遣隋使として有名になりました小野妹子、聖徳太子のもとで働くことになりましたが、聖徳太子と共にやってまいりましたのが今日。そこにやってまいりましたのは、四天王寺を作るための木材を探すため。この辺りにいい木材はないものか、聖徳太子がこのように言われましたときにたまたま見つけましたのが一つのきれいな池。これを見たときに聖徳太子が、うん、妹子、わしはここで少しばかり沐浴をするから。聖徳太子、懐に置いておりました如意輪観音像をば木のところに立てかける。そしてそのまま沐浴をし、外へと出てまいりまして、再び如意輪観音像をば懐に直そうといたしましたが、ところが如意輪観音像が動かない。これは一体どういうことじゃ。聖徳太子がこのように言いましたときに、如意輪観音像にっこりと笑い、わしはここに残り、この辺りの人々を救うから、こう言われたのでございました。さあ、これを聞きました聖徳太子が、はあ、かしこまりましてございますと頭を下げ、近くにおりました小野妹子に、ん、妹子よ、ここに残り、ここで人々のために尽くすのじゃと言われたのでございます。さあ、小野妹子、ここに残り作りましたのが六角堂、池のほとりで生活を始めたのでございました。本日は聖徳太子と小野妹子の一席、ありがとうございました。